天灯には願い事を書いてからさらに放つ天灯は中国やタイ王国などアジア各地域で広く見られる熱気球の一種である伝承より広明灯とも称される当初は通信手段として使用されたが後には節句における祈祷儀式の用具となっているスカイランタンチャイニーズランタンとも呼ばれる伝承では三国時代に諸葛亮が 平洋で芝居の軍に包囲された際、紙を貼った大型のカゴを製作し外部に救援を要請したのが発祥とされるが、本当のところは定かではない。歴史学者のジョゼフ・ニーダムは1241年にモンゴル人がポーランド・レグニツァにおける戦役で通信手段として竜のような形の熱気球を使用した記録があると述べている。 プーケットのローイクラトンでのコムローイの放出風景。点灯は主に竹でテーブを形成し、その上に大型の紙袋を固定する構造となっている。現在では、テーブは針金により製作されているが、熱せされた空気を逃さないようテーブから上部にかけて大きくなる紙袋の構造は同一である。テーブは中間に油を浸した紙を固定し、 その紙に染み込んだ油を燃焼させることにより、紙袋内の空気の加熱を行う。熱せられた紙袋内の空気は、周囲の空気と比べ軽くなる。これが転倒が上昇する権利である。点灯は戦時における通信手段以外に、各地で様々な伝承を生み、台湾では盗賊を避けて、山に逃れた村民に安全を知らせるために転倒を。 放ったという伝承が生まれた。現在中国の南部を中心に現象説に転倒を放ち無病息災を祈る民族習慣として定着している。特に台湾に来たし平家区では1980年代後半より転倒を用いたイベントが行われるようになっており、平家には転倒を製作する専門業者が存在し、21世紀初頭では 減少説に関係なく1年を通じて、点灯を放つようになっている。沖縄県那覇市の大山にも点灯山温竹と呼ばれる聖地がある。点灯が火災の原因になるという指摘を受け、台湾当局は、点灯せっぱなし作業指導要点を策定、点火された点灯が火災の原因にならないように風速と燃料に制限を設け、 点灯の飛行範囲を5トル以内、燃料も点火50分以内の量に制限した。また、消防法第14条を改正し法的な制限を加えるべく検討が進められている。21世紀初頭では、主導要点により、空港、石油貯蔵設備、弾薬庫、可燃性ガス貯蔵施設、軍事施設、高速道路、化学工場、 住宅地、商業地、港湾区での転倒の使用が禁止されている。また、転倒の寸法にも制限が加えられ、認められている最大寸法は直径6 0トル、高さ1 3 0トル、外周3 6 0トル以内となっている。転倒は中国では元願い灯と呼ばれる。チェンマイ近郊の名城のロイクラトンにて、夜空に放たれた。 伝統伝統は、太陽国では、コムロイあるいはコムファイと呼ばれる。太北部のチェンマイでは、ロイクラトンと呼ばれる陰暦12月の満月の祭礼で、数千のコムロイが夜空に放たれて幻想的な光景を出現させることで知られる。ヨーロッパでもポーランド共和国では、下地の夜のカトリック教会のお祭りとして行われる。ポズナン氏のものが大規模で、日本でも、 時事通信などで報道されている。イギリスでは祝賀行事のイベントの一つとして行われることがある。2013年には店頭がリサイクル工場に落下し火災が発生したことがある。ありがとうございます。